ポモナカレッジは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州、クレアモント市に本部を置く、アメリカ合衆国のリベラルアーツ大学である。1887年に設置された。ロサンゼルスダウンタウンの東56キロメートルにあり、キャンパスの北には、サンガブリエル山脈が連なる。クレアモントカレッジズコンソーシアムの5つの大学の1つである。残り4つのカレッジ。 二つの大学院はそれぞれ徒歩圏内にあり横の交流が文部ともに盛んである。学生の98%は4年間140エーカーのキャンパス内に16ある寮のいずれかに住む。それぞれのカレッジにダイニングホールがあり、好きなように機器ができる。徹底した少数精鋭教育が行われ、4学年合計1700名に対し、 常任教授が188人と学生と教授の人数比は8、1である。一つの授業の平均学生数はわずか15名。リベラルアーツカレッジとして、教授は研究でなく、教育に注力する。ポモナカレッジでは、理系、文系合わせて48分野の専攻600もの授業が提供されている。また、どのカレッジに属していても、 クレアモントカレッジズ全体の2700の授業が受講できる。例えば、ポモナカレッジの生徒が、ハーベーマットカレッジのサイエンス系のクラスを取るということが可能である。また、海外34カ国の他大学で学ぶ環境が整っており、ほぼ半数の学生が4年間のうち1セメスター1年間を海外で学ぶ。2018年の統計では、 80%の学生が卒業50年以内に大学院に進学もしくは修士号の取得を完了している。博士号の取得率は全国で14位で進学先大学院として最も多かったのはスタンフォード大学2位、コーネル大学3位がペンシルバニア大学だった。またメディカルスクールへの合格率は85%であり。 全米平均32%と比較して突出している。ブリッジズオーディトリアム非常に小さい大学ながら2.1ドル、ビリオンの基金を有し、学生一人当たり資金力では2017年度で全米6位、リベラルアーツカレッジでは全米1位だった。この潤沢な資金力により、スカラーシップを受ける生徒の受給金額は、 一人当たり一年間で平均54,930ドル約640万円と大学は発表している。ポモナカレッジの公式発表によるとクラスオブ2022年の合格率はわずか6.9%だった。また合格者713名中95%が高校においてトップ10%以内と判断された成績優秀者だった。 合格者のサット中央値は、リーディングライティング735点、マス760点、アクトの中央値は34。高校の成績を含め、各スコアはいずれも、ハーバード、スタンフォード、MIT と並ぶレベルが要求された。フォーブストップ25リベラルアーツカレッジ2019。 1>, 1位、フォーブスアメリカイストップ、リベラルアーツカレッジ総合大学2017。10位、フォーブスアメリカイストップ、リベラルアーツカレッジ総合大学2015。1位、US ニュース2018ベストカレッジ、ベストバリュースクールズ。3位、US ニュース2018アメリカリベラルアーツカレッジ。6位、タイムズハイヤーエデュケーション2019、ベストリベラルアーツカレッジ。3位、 アメリカのリベラルアーツカレッジの中でも特に学生数が少ないポモナカレッジは卒業生は毎年わずか450名前後である。以下は米国内外で著名な卒業生とその功績。ピアソンズホール1903年のキャンパスと当時の米国大統領セオドア・ルーズベルト・ウォーカー・ビーチサムナーホールメモリアルガーデンメリット・フィールド。ありがとうございます。